皆さんこんにちは、ピュアレこと岡林です。東京ネギロックです。大変ご無沙汰してますが、お元気でしたか？今日は、東京のマンションでギターを弾きたいと思います。近所から苦情が来ると大変なので、ちょっと小さい音でやってみますので、うまくいったら拍手喝采。ネギを植えよう。スーパーでネギを買った。根っこを捨てようとしたら、おばあちゃんが言った。土に植えたら生えてくるよって、それはいいことを聞いた。それでもネギは買わなくていい。ネギを植えよう、ネギを植えよう。プランターに土入れて、生えたらうどんに入れるんだ。 Hey! これからは地球持続、目指すは循環型社会。たくさん生えたなら、みんなにお裾分け。最後は噛んだ。ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。私のギターの腕前は、ギター始めて10年なんですけども、ブランクがまあ9年もあったのでって言って、いつも言い訳をするとダメだっていうことで、なんかすごい眩しいですよ今日。なんかすごい、もうまあ五行が指してるということで、まあ私はまあね、持ってるというか、何やってもまあうまくいくんですね。神のような存在ですよ。今回も神回ですもんね。神の演奏素晴らしい。なんかね、本当になんかジョン・レノンが降りてきたようなね感じがしますけど。で、今日はちょっと東京ネギロックの話をしたいと思います。東京ネギロックっていうのは、今から約10年前、もともとはネギロックっていう名前のバンドだったんですね、皆さんご存知の三重県で誕生したバンドなんですけど、私が歌詞を書いて、で森本さんっていう、もっくんっていうんですけど、その森本さんちがすごい素敵な、この先のネギを植えようとかね、かっこいい、あの
なんかすごい曲をいっぱい書いてくれるんで、そのもっくんがこの歌もネギを植えようも曲をつけてくれて、で2人でオリジナル曲をまあいろいろ出して、で結構 CD も4枚ぐらい、3枚かな、オムニバス入れると4枚かな、出したんですよ。この10年っていうか活動はまあ5年ぐらいかな、5年5、6年ぐらいやってたと思います。でそのネギロックっていうのが、うん、なんでネギロックっていうのかっていうのは、さっきのネギを植えようっていう歌を私が歌詞を書いたので、まあ何々ロックにしたくって、それならまあネギロックにしようということで、うん、でネギロックになりました。はい、それで今東京に、まあ去年から東京に来たのでちょっとメンバーも変わったんですけど、まあ東京に来たらちょっとおしゃれな名前つけようかなとかいろいろ考えて、ちょっと名前変えようかなと思って、でメンバー、まあ三重のメンバーももちろん東京では活動できないので、で東京っていうのをつけて、まあ東京事変とか東京スカパラダイスオーケストラとか、みんなこう東京ってかっこいいバンドつくじゃないですか。だから東京ネギロックにしました。そんな私たちのバンドなんですけど、それでその私たちのバンドのその10年前にネギロックが生まれた時からずっと歴史があるわけで、まあそのネギロックができる前もちょっとバンド活動をやってて、で私今年60歳で何回も言ってるんですけど、アイドルを始めたのが大体45歳ぐらいでアイドル始めたって前の動画でも言ってますけど、まあちょっとかなり遅咲きでね遅いんですけど、まあ人生に早い遅はないっていうことで、あの何歳からでもできるっていうことをこう体張ってねやってるわけなんですけど、その45歳ぐらいでまあ自分でアイドルアイドルって言ってたら、みんなも気遣ってくれてね、私のことを、アイドルのピュアレさん、おかわいさん、かわいいですねとか、まあ、みんなすごい気遣うんですよ。本当に気遣うなっていうのも、本当素直でいいやんって、可愛いもん可愛いやろって言いたいんですけど、まあ気遣ってくれてね、まあ、優しい人が多いので、まあアイドルアイドルって、まあ、私が言ってたんですけどね最初ね、そしたらみんながアイドルアイドルって言ってくれるようになって、そしたら私もう立派なアイドルだわと思って、もう私どっから見てもアイドルだわって気づいたんですね、その46ぐらいで45か6ぐらいで。それでじゃあちょっとドレスかなんか着てママショルメラこうかしらと思ってで、J-POP をね入れる宇多田ヒカルとか、ボアとか、あとはなんだいろいろ歌ってたんですよね、うん、それで、歌ってたっていうかそのコンサートを開いてねあのママショってドレス着て松田聖子とかね歌ったりして、で少しずつアイドル業をやってたんです。でピュアレさんってピュアレさんってファンが増えてて、で途中でまあ、そうカラオケで歌うのもいいんですけど、やっぱりこうギターを弾いて歌うっていうかロックバンドでバンドで歌う生の演奏で歌いたいなと思って、で私はギターも弾けなかったし、だからどうしようと思った時にメンバーが助けてくれて、でじゃあ何やるって、まあどんな曲やるってなった時に、その時にちょっと話が長くなったんですけど、この少年ナイフ、うん、今日着てますけど少年ナイフのね、うん、少年ナイフのアルバムもいろいろ持ってるんですけど、まあ、今日はこれちょっと少年ナイフのなんかベストアルバムなんですけども、まあ、その当時もこういう少年ナイフといえばこの曲っていうような有名どころをコピーして、で一応ライブも出たりしてでやってました。少年ナイフがネギロックの一番最初、少年ナイフみたいなバンドになりたいって思って作ったバンドがネギロックなんです。なのでサウンドがやっぱり少年ナイフっぽいというか、うん、そうそうそう、少年ナイフっぽいかどうかは、まあっぽいかどうかは置いといて、まあ少年ナイフに直子さんにね怒られるか注意されるかもわからんので、まあ自分は勝手に思ってる、うん、少年ナイフ目指したいなって、この直子さんがねすごい素敵な曲を書くんですよ、うん、楽しい曲いっぱいあって、だからこんなになりたいなって思って、でどういうのをやってたかというと、そうだな、ラバーバンドとかね、輪ゴムの歌、ラバーバン、ラバーバン、ラバーラバーラバーバン、ラバーバン、ラバーバン、ラバーラバーラバーバンとかいうやつとか、あとはバナナチップスとかね、バナナチップス、あとは ESP、ESP、ESP ってやつ、それとかエクスプロージョン、エクスプロージョン、バカさーみたいな感じで、エクスプロージョン、エクスプロージョンってやつ。このまま放っておいたら break away ってこうやってた、うん、その時はみんなが演奏してくれるから私は歌ってるだけ、うん、こうやってカッコつけてね、こうエクスプロージョンとかなんかこうやってるだけなんですけど歌っとったらいいだけで楽だったんですけどね、うん、でもその後
だんだんこうなんか人の歌にちょっと歌もいいんですけど、自分の歌作りたいなってその時からこう思い始めて、でも歌作ったことないし、でも歌詞ぐらいなら書けるから、ギターも弾いたことないしね、書けるかなと思って、とりあえずなんかあって日常の暮らしの中でちょっとあるシーンがあって、ネギの根っこをね捨てようとしたら、おばあちゃんがプランターに土植えて、そこに土をね入れて植えておいたらネギがこう生えてくるよっていうようなことを言ってくれて、教えてくれたので、あ、これ面白いなと思って、私もやってみようと思って、プランターに土を入れて、でネギの根っこを植えておいたら、どんどん生えてきて、でだんだんそれが生えてきたら、まあ切って、ちょっと切って、ネギってちょっとした薬味じゃないですか、だからお豆腐にちょっと乗せたり、まあ、そうめんのそういう薬味にしたり、そういうのでちょこちょこ使ってたんですね、うん、それで、あ、これが歌になったら面白いかなと思って、まあ、それをちょっと最初書き下ろして、そしたらもっくんが、森本さんが曲をつけてくれて、それでまた私も詩をちょっと手直しして、でさっきのネギを植えようっていう自給自足の歌ができたんですね。それからネギロックがスタートした。もうそれが2009年ですから、もう10年前の話ですね。いやー、歴史があるバンドだなって今改めて思いました。だから私はいろんな歌を、まあ、それから作り始めて、もうほんとたくさん30曲くらいあるかな、もっとあるかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、たくさん曲があるんですが、自分は詩も書いたこともないし、曲もつけたことないけど、最近は自分のオリジナルの、まあ、作詞も作曲もやったりもしてるんですけど、やっぱりこうやりたいなって、やってみようとか、やってみたいなっていう気持ちだけでこうやってたら意外とできるもんで、皆さんもね、もし歌作りたいなと思ったら、全然最初から上手に作ろうとかそんなことは思わなくていいんです。人の評価を気にすると何にもできないんです。私の場合見てくださいよ、人が46歳デビューですよ、あのアイドルデビュー、普通ならね、普通とか、まあ、普通の基準が分かんないですけど、普通なら、まあ、普通というのがあるんなら、まあ、大体世間一般の常識的なことがあるんなら、まあ、40後半でねアイドルとか、まあ、言わないですよね。でもそこを、まあ、人がなんて言おうが、私アイドルなんだアイドルドレス着て何が悪いそういう風に、まあ、自分で決めて突き進んでいけば、まあね、パッとね行けばね、誰も文句は言わないし、言わせませんよ言わせない、はあ、だから誰の評価もいいんですよ。自分が自分のことを一番知ってますし、自分がそうやって決めて、で楽しんだらそれでいいんです。これが私のロックな生き方なんですね。この前もちょっと偉そうに喋ったある回でこう喋らせていただいたんですけど、ほんなそれも好評でね、私のロックな人生をこう話したら、またこうオファーが来てね、また喋ってくれやんかとか言われて、もういいよよ喋るよみたいな感じで、私もセミナー講師と抜擢されるとね、もう、まあ、めちゃめちゃ面白いんですよ、私のセミナーしかこう、法話みたいな、本当に法話やと思う、お寺で聞くお話ぐらい値打ちがあると思うんですね、本当に、ね、もう本当に法話やと思うね、皆さん正座してね、しっかり背筋伸ばしてね聞いてもらうとね、もう素晴らしい人生に今からねシフトチェンジしていくと思います。まあ私が教えるんですから間違いないからその通りにやればいいです、その通りっていうのは自分の、思った通りに好きなことをやったらいいということです。だから本当私は誰かの評価を気にしてたら、こんなネギロックっていうのは生まれなかったんですね。だって私も歌の歌なんか作るやん、上手にギターなんか弾けやんって、弾いたこともないしって、いつまでもそんなことばっかりできないできないできないって言ってたらネギロックは生まれなかったんです。でもやってみたらできるんじゃないかなって思ってやったらネギロックが生まれたっていう、今日はすごくとても大事なお話をねさせてもらいました。ありがたいと思って聞いてくださいよ、ただですよ YouTube ただで、ね、こんなような話が聞けるんですからね。で最初歌ったし光っとったでしょ、パーッて五光が差してるの、これ見てくださいよ、鐘の鳴る音も聞こえますよ、もうなんかうーとか言ってますよ、もう鐘もう腐るほどある本当に知らんけど、そんなことで、今日は東京の私の小さいですけどスタジオにしているマンションからお届けしました、それではまた会いましょう。今日も見てくださってありがとうございました。皆さん元気でね、バイバイ。